話題のホストクラブ規制、立憲案は審議をされずに国会が終了する見込み。まずは業界団体の自主規制、これをしっかりとサポートし、現行法で対応していくべきではないでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。12月の6日にこちら収録をしておりますけども、昨日ですね、私もちょっと現地等々視察させていただいて取り組んでいるこのホストクラブ、悪質ホストクラブがあるというこのホスト規制問題ですが、業界団体、まあホストの有志グループが記者会見等々を行いました。読売新聞の記事です。新宿歌舞伎町ホストクラブ、付け払いは来年4月までに廃止方針、ルール徹底へ業界団体設立へ、ということで、新宿歌舞伎町で悪質なホストクラブをめぐるトラブルが多発している問題で、新宿区は5日、ホストクラブ代表者との連絡会を開いた。ホストクラブ側は付け払いの売掛金を来年4月までに段階的に廃止する方針を示したということで、まあ、13グループのホストの代表者らが参加しているということで、私も対談させていただいた桑田隆生さんも参加していて、結構詳しいことをツイートしてくださってます。まず、この売掛金はですね、1月に 70%、 2月に 80%、 3月に 90%、 4月に 100% ということで、段階的にこうなくしていって、4月には 100% 廃止をするということで、これまで残っている売掛については、個人とお客のやり取りだけじゃなくて店舗も関与して、個人対個人の話し合いにしないということをしっかりやると。あと、20歳未満の、年齢の20歳未満の方々についても、要はお酒が飲めない方ですよね。今成人年齢18になったんですけども、18、19歳お酒飲めませんから。で、まあ、でも20歳未満の方も成人だからって言ってこう呼んでしまうと、まあお酒を飲ましてしまったりとかね、トラブルになりやすいということが背景にあると思うんですが、20歳未満の取り扱いについて もう新規のお客様は全面禁止するし、既存の顧客に関しても要検討していくということで、またこの自主規制、このルールに加入しない、このルールの協定に入らないホストクラブについては、しっかりとなんか入ってるクラブ、入っていないクラブというのを情報発信をしていくと、まあいうこと。あとです、特流と呼ばれるですね、このなんか特殊詐欺のチームというか、この反もうなんか反社会的な勢力が今バッコしてるですね、ホストクラブとつるんでですね、被害者を貶めているんじゃないかということなんですが、こうした反社会組織との付き合いは全て断絶していくと、まあいうようなことが発表されたということであります。私はこの売掛金もですね、まあ即時廃止じゃなくて段階的とはいえですね、4月までにこの大手グループのほぼ全てがですね、廃止に合意したということは非常に大きなことだと思いますし、まあどんな業界にも悪質な、業者はいるとはいえですね、やはりこうしたそうした目立ちやすいホストクラブが、こう一致団結をして、業界団体を今後作り、そしてこういう厳しい自粛制のルールを設けていくというのは、私はまあかなり大きな前進であるということで、評価をしていきたいというふうに思います。で、一方で国会では立憲民主党がですね、まあ理念法という形でこのホストクラブについての法律を出しているんですが、まあ、前回この立憲民主党さんが出した AV、 いわゆる AV 新法についてはですね、いやいや、こんなの審議されないでしょうと思っていたら、まさかの自民党がですね、同調してしまって、議員立法として成立をしてしまったわけでありますけども、今のところ立憲民主党の提案に同調する勢力はなくですね、議員立法としては審議をされず、今国会は終了する見込みというようになっております。まあ、理念法とはいえですね、こうした法律をきっかけにですね、様々なこう、政治団体、政治勢力がバッコしてですね、新たな規制にができることにつながりかねませんので、まあ、私は法案については極めて慎重に対応すべきだと思っておりましたので、まあ、審議をされない見込みというのは、まあ、良かったかなというふうに思いますし、維新の会としても、それは慎重にやるべきだという立場を崩さずいきたいと思います。で、まあ、一方で桑田さんも言ってるようにですね、ホストの経営者での桑田さんも言ってるように、この自粛制のルールができて、業界団体が発足したからといって、それは終了ではないですし、まだまだできることというのはあると思います。私たちも日本維新の会の新宿区議団がですね、例えばこの相談窓口というのは新宿区が今後作ってですね、弁護士さんと繋ぐわけですけども、まあ、こういうですね、窓口の運営負担というのは、今回せっかくできる業界団体が協力金みたいなものを支出してですね、この窓口の運営の、この、負担金をこう自分たちで負うと、そういうことを税金から切り離した運用でこの相談窓口が運営されるので、その方がですね、さらにこの区民の方、納税者の方々に理解を得やすくなるんじゃないかとかですね、まあそうした具体的な提案もですね、現場の方々の意見を伺った上で提案させていただいてます。で、なのでやっぱ現行法をですね、しっかり、こう適用していただきたい。雑税とかしてるところはやっぱりありますんでね、この間ちょっと私調べてますけども、やっぱりこの風営法対象業者と申しますが、まあ、ホストクラブも含むこの業界というのは、まあ、脱税の件数というもので見ると、まあ、コロナ前までしか今正確なデータはないみたいなんですが、やっぱりこう脱税の検査は比較的多いと、まあ、いうこともデータで出てますから、それはもう現行法でも取り締まれるわけですから、これは税務署がしっかりとやっていただいて、で、特に悪質なところというのはやっぱり脱税してるわけですから、それをガンガン取り締まってもらうということで、まあ、これは現行法をしっかり適用すべきだということで、立憲民主党の一部議員さんも頑張って、それは別に私たちも否定することではないですから、一致協力してやっていきたいと思いますし、まずはしっかり現行法を使って、現行の範囲内で
淘汰できる悪質なホストクラブ、風営法事業者たちは取り締まっていく、そしてこの業界団体の自主ルールというのもしっかりと運用できるように私たち政治の世界からもサポートしていくと、まあ、いうことでですね、まあ、一部の業者が悪だったからといって業界全体がダメだと思われないようにですね、私たちもしっかりとサポートしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくご視聴ご鞭撻とチャンネル登録や高評価コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。